ですよね全然召しやほい <laughs> いやそう。もう読めんかっ初めて食べて食べてじゃない見てこないだねありちゃんが食べててねもらってねそう あんまり普段食べないですよね天心飯ってちゃんと覚えたっけん天津飯でしょ天津飯なんで「しん」って読むんと思って天津飯やったよねそう天津飯食べたことなくて多分記憶の中ではだから読めなかったけど天津飯って普段あんまり食べないよね いためっちゃ痛いあ地名なんだてん こっちは点図点心興味津々。ああほんとだほんとだで本ほんとだ真って読む興味津々を読めるんよほんとだういね待ってくれ 声大丈夫やばいえや頭いいほんとだ興味津々はシンって読むすごいねあそうこれが噂の座椅子です買ったんだえー すごい本当だね確かに普通に読むわいつも「芯」って読まんけどってめっちゃ思っとったけどめっちゃ読むわ「噂の座椅子」ってなかカタカナしたら恐竜みたいだねドラまありがとうございます 感動すると超音波え机はみたいな。机見たいってことえー、っと、無理。<laughs> 今ちょっと机汚いけど無理。でもご飯とかいつも写真撮ってんのは、あれですよ。ちょっとピンクの机ですよ。<laughs> 汚そうでしょ今ちょっとね。いろいろ乗ってる。だから無理。ちょっと片付けるのめんどくさい。今何が乗ってるかっていうと、 このね、ジュース追加のジュースとあさっき食べたそういっぱい食べちゃったね、今日やばいよね久しぶりにいっぱい食べた時に吸収力半端なさそうこのねみゆみゆからもらったねとてもとても美味しいアイスをね今日コンビニで見つけたからねちょっともう一度買ってしまってねちょっとこれ食べるの2個目なんですよこのとてもとても美味しいアイスこれはい おすすすめですみんな覚えてはいこれめっちゃ美味しいとてもとても美味しかったやばいこれなんかちょっとバニラアイスあんま好きくないですけどこれのねそのやっぱりクッキーがね美味しくクッキーアイスね高そうだよねクッキーアイス迷う逆副教を迷う逆じゃない 何だったか見てないんですよね <laughs> アイスってなんかちょっとアイスで値段見たらさ買いたくなくなっちゃうじゃん絶対基本的にアイスに百0 0円以上出すとなんかあって気持ちが萎れるタイプの人間なので最初は値段でもめっちゃ美味しかったこれおすすめです、えー、高そうよね思ったでもめっちゃ美味しいけん と食べてみてみコンビニに売ってたよいやなんかでも私高級って言われてるようなその海鮮とかは食べれないんですよウニとか食べれないしなんかウニ食べないって言ったら友達とかに いや、それは絶対、ウニとか、あとカキとか <laughs>、食べれないって言ったら、それは絶対に、なんかもう、いいものを食べたことがないからだ、みたいな、めっちゃ言われたんよ。なんか、安いウニしか食べたことないから、みたいな言われたけど、味も食感も見た目も無理だけど、もう食べれんもんは食べれんのよ、わかる、うんうん、無理だ。なんか、磯の香りがするものはあんまり好きじゃなくて。 そうだからねどうなんだウニはね分からんえそれな最初のように食べようと思った本当にすごいと思う私も私はでもウニ好きじゃないあんまりそう大人になったら変わりつったけどそう磯貝なのにそうなんよ磯貝だけど磯の香りがするものも貝が 貝も食べれんのよどっちも。<laughs> マジで食べれん。アワビはね食べれるんですけど、なんかなんかアサリとかシメジ？うん？シメジはきのこだししのブなんだっけしシジミシジミかさ食べれないんですよ。なんでアサリとシジミの違いもわからんしね。 肝臓あなんか臓器っぽいっぽいもの臓器っぽいものも食べれやんない,そう食,べれやんない食べれない食べれないんでだろうエリンギも食べそう私エリンギ好きなんですよハマグリもね食べたことないけど多分無理だと。 これももう一生噛んでなきゃいけないからちょっと無理。レバー無理なさ。それなレバーなんかもう臓器ですみたいな見た目しようけど超無理。ああこれ絶対食べ、え、これ食べ、レバーこそさ、最初に食べようと思った人やばいよね。だって絶対食べたらいけない色してるじゃん。いや、本当にすごいと思う。 レバー食べれないですね。海ぶどうは食べれるよ。でも、ずっと食べてないの、最後に沖縄行った時ぐらいかな。臓器っていうね、え、でも臓器でしょ 分あるありそうじゃないだってなんか貧血になったレバー食べなって言うから先人の犠牲の上に今の食ね、それも含めていただきますですね今度レバー見たら臓器ですってえ、だって臓器じゃん。わというい何食べるのってことパン。 <laughs> あとねちょっと本当に食べ過ぎって言われるかもしれない <laughs> これのねこのお菓子がすごくおいしいお <laughs> いしいんですよ、うん、これ知ってるみんなちょっと期間限定なのかなチョコミント私チョコミント食べれない成児になったんですけどみんな,なんか周りでさチョコミントって 歯磨き粉の味だとか、チョコミントさんそれ聞いてたら食べれなくなったんですけど、これをね、前派からもらったらね、マジでめっちゃコンビニに売ってます。めっちゃ美味しくって。これびっくりした。これめっちゃ美味しい。でもチョコミントは、チョコミント食べれない人だったんですけど、これに食べれるね、理由を聞いてほしい。私昔から、あの、 マスキン・ロビンスの人んだっけマスキン・ロビンスじゃないアイス屋さんたったったたトントントンってああんだっけ絶対通じないよね何だったっけコールドストーンんコールドストーンコールドストーンコールドストーンかな多分歌う歌うところそうコールドストーンのね あの、チョコミントのアイスが大好きだったんですけど、チョコミントにブラウニー入れるやつがね、すごい大好きだったんですけど、マジそれの味がするの最近コールドストーン見かけないから、ちょっと食べてないからわからないんですけど、記憶の中ではめっちゃ同じ味がして、めっちゃ美味しいんですよそう、だから、これ美味しい。 何年かくらい前結構前になくなったくない結構なんかもうもはやイオンに絶対あるみたいなさくらいの勢いでいっぱいあったのに最近はもう見かけないですよねゴールドストーンあれだったもんあのアウトレットとかそういうところにもねかの長島だったかなちょ長島わかるかどうかわからないけど長島とかにもあったと思うんですよね 私も今でもあるのか分かんないですけどそういっぱいあったのに最近バスキンロミンスでもゴールドスターも美味しいだよねカラスとカのタンさんご無さ汰ありがとうございますね ほとんど見ないけどでも美味しいこれのストン店内に誕生日さされるのえっそうなのえね私さあのさ誕生日年パス持ってるとねユニバーサルってユニバーって年パス持ってると誕生日がわかるじゃないですかでなんかシールがもらえるんですよなんかシールをさちっちゃい買ったりとかしてたからさ 貼るじゃないですか。で、自分が貼らないだったらもパパが貼るよみたいな感じで貼るんですけど、誰、家族の誰かしらが。もう、あれを貼ってるだけで、もう、そこにいる皆さんに、もう、誕生日めでとうされるのかもう、恥ずかしすぎて、恥ずかしすぎて。あ、ちっちゃい時から大嫌いなんですよね。もう、あ、年パスも持ってないんですけど、恥ずかしいですよ。何か雪だるまてるてる坊主。てるてる坊主、ありがとう。 ありがとうございます生誕は大丈夫なんかさだって自分のことを知らないさ自分に興味がない皆さんがさやるんよょうさんごめんなさいありがとうございますすごいねクマさんもあるけど手打ってる坊主もあるんですねいやほとにあれだって その場にいるだけなんですよ。その場にいただけなのに、おめでとうみたいな。こちらの、こちらのこの方今日誕生日ですみたいな。皆さん一緒にお祝いしましょうみたいな。おめでとう歌おせーのーみたいな。やめてくれーってめっちゃいつも思ってた。<laughs> 本当にやばい、あれ。待って、マイク使われてさ、お店でさ。 はいじゃあこちらの方みたいな「今日お誕生日なんです」もう「えっ大丈夫?」ってなる私はね苦手なんですよ結構そういうの恥ずかしいなん,なんかしかもサプライズとか得意じゃないっけなんかどう反応したらいいか分からないんですよ反応薄いんで結構そういうのって私 こんだけさ喋るときさ「わー!」とか言って喋ってるけど結構反応すんよね普段結構ボケっとしてるっていうかなんか「はい、うん」みたいなだからなんかなんどういう反応をしたらいいのか分からなくて「あっありがとうございます」なる多分ね一番サプライズかけてもう面白くない人間だと思う 話聞いてるって言われん。うん。まあ、言われない部分かもしれない。うん、本当ありがとうございます。 いやなんか高校1年生のね時にね私こ中学生そんななんかさ「もう誕生日おめでとう」なんてめちゃめちゃ言ってくれてプレゼントまでくれる友達ってさ本当にずっと小学校から一緒だったこと,とかしか言えなかったわけですよ。でさ中高校1年生ってさやっぱりさもうもうもうみんなもう,もう高校生イエーイみたいなもうめちゃあか抜けるぜふーみたいな人たちばっかやったんよ周りがね。 でしかもさなんか4月5月って仲良くないじゃんそんなに入ったばっかででも6月ってちょっと仲良くなりたてみたいなでなんか,でかの6月1日だからさ誕生日がもうなんかちょうどさそうそこにねなるわけよそういうところにでなんかもうさあの何かだん多分12月とかが誕生日の子たちは結構何回もやりよるけん もう多分なくなってると思うんですけど最初ってもうさ高校生の最初よもうお菓子めっちゃ机に持って部屋教室めっちゃ飾り付けて誕生日お祝いしようイエーイみたいなマジでそういう感じだったんよ、ね、クラスのこうほとんどみんなが飾り朝はねかなよりまあか結構ギリギリ成人なんですけどなんかこう朝早くに行って飾り付けてくれて。 お菓子めっっちゃ買ってくれてその時ねバナナオレにめっちゃハマってたからねあの学校の自販機に売ってるパックのバナナオレをめちゃめちゃ買ってくれてなんか机にダーテていっぱい置いてあってそうそれをし、ね、めっちゃしてもらったんですけどめっちゃびっくりしてあ,あ,あ,ありがとうございますみたいななってめっちゃびっくりしたけどまずでもして。 高校1年生の最初ってさマジそんな感じよねいちごおり初推しねいちごオレ、ね、いち,レい,ちいちごがそんなにこのまん食べるけどいちごオレはねでもまあ普通に普通でもバナナバナナオレっておいしいよね私これそんな女子ばっかだったからですかね マジほんとに高校デビュー成功したって思ったもんそん時まあ、でも結局なんか性格は変わらんからさ <laughs> 高校卒業はサイレントだった。どういうことパルコで遊んでた口か何するえ、私ね、パルコにね、行ったの割と最近なんで <laughs>、広島のパルコの方が先に行った <laughs>。あの、名古屋のパルコはね、あんまり行ったことなかったんですよね。そう、なんか、うん。 顔面ケーキととかってことすごいね。食べたい。でももったいないから。ポケモンセンターあるとか。ああ、たぶんそうですね。ポケモンセンター。あった気がする。名古屋でしょ多分あったと思う。でもディズニーストアとか。名古屋でポケモンセンター行くとき、ねどこ行ってたかなオアシスのとこ行ってたかなオアシスってあったよね、多分 ポケモンスターポケモンセンターポケモンのグッズハマっててさでも買う時どこで買ってたか覚えてないんですよねいやポケモンが好きというかなんかメタモンとピカチュウにめちゃめちゃハマった時期があったって。 みたいなあるよね。そうありがとうございます。そうあとなんかあれ見てってその時はアニメ。そう塾行く前にアニメ見たりとか <laughs> してたから。 めもん怖くないだもんってあっ分かったあれでハマったんだピカチュウの携帯ケース持っててそれをねポケモンのとこで買ったあのピカチュウのさこう iPhone のさ耳がピヨンって飛び出た耳がめっちゃ邪魔なやつ買ってたちょっ使ってた邪魔だったけどめっちゃ可愛かったんよあれ 尻尾そうしっぽがこうついてた友達折れてましたよ私はね意外と物持ちがね自分で言うのもなんですけど割といい方なので絶対壊れないんですけどそういう時ってえ買う人いるんやねえめっちゃお気に入りで撮ったよ <laughs> かのあのさ高校の時に使ってたさあのピッてするやつ真ん中入れててさピッてするやつもあのピカチュウのやつだったんですけどそれもめっちゃ可愛かったスマホ落としちゃうあんまり落とないかな。

映画のピカチュウ見てないよポケモン見たってああそういうことピカチュウ見たあそういうことねピカチュウこの間のやつ見てないよあーえっ、ー、とアイ分からん とーはあ持ってねポケモン号やったことありますよめっちゃハマってなんかミーハーなんでそうやってたでさその時期にたまたまねディズニーとかオーディションとかに行った時があったからねめっちゃいや東京とか すげえポケモンここめっちゃいるってめっちゃ思ってたずっと <laughs> そうなんかねそういうキャラクター物で何が好きなんだろうって最近思った別に私キャラクターそんなに好きじゃないんですよねハマってるものがあったりはするけど別に好きかどうかって言ったそんなに好きじゃないっていうかなんか「マ、う、イ、ん、メロよりはキキララが好きだけど」とかはあるけど別にキャラクター何が好きって言別にキャラクターそんな好きじゃない。 かななみたいな <laughs> サメのグッズとかは結構集めたりとかあと頂い,いたりしてるから身につけたりするんですけどそんなな好きとかないでも最近ハマってるアニメはこじこじにハマってて <laughs> かわいいってかめっちゃ面白いこじこじ本当にかわいい。 ここじじにんかそうハマってるんですよ最近ずっとこじこじ見てるこじこじのやつをなんかこうそういう見れるやつとかで見たりとかしてこじこじかわいいし面白いえっ見たことある昔のやつなのオキポ何きっかけ なんかよくあれが回ってくるじゃないですか「いいね」とかで「なんか盗みや詐欺や殺しなんかしてないよ遊んで食べて寝てるだけだよ?」なんで悪いのみたいなやつが「可愛いと思って調べてみたらこじこじをそうしたらねアニメ全部結構ねその最初から最後までとかそうアニメをね見ね てるこじこじ結構未知のイメージなんだけどなんかそう見てるうちにえっんか普通に面白いなんか普通に面白いんですよ。なんかウケるかわいいし受けるなんで悪いの 昔のさんが発送いやカノンこの間ママとしってたんですけどあのカノンの,のクリスマスのライブ1年前の,こ,あのこの間のじゃなくてその前のクリスマスのライブですかめっちゃ細いんよびっくりした <laughs> もうマジペラペラもうえ,えどこ行ったのあの時のカノンちゃんって感じ私んちは面白いえー、見ようかな私んちちょっと今こじこじにハマってるんですけど私んちもちょっと気になってるんですよ おでんくんも好きだし、なんかちょっと昔、なんかちょっと前にやってたやつって面白いですよね。こじこじはこじこじだよみたいな。生まれた時から死ぬまでこじこじだよかわいいみたいな。しかもなんか、なんか、そう。 最近はね、あんまりそういうの見ないからね、わからないんですけど、最近見てるやつはさ、普通に面白いなと思いながら見てるじゃん。その昔やってたやつ見るけんあの、面白かったなって話題に上がるわけであって、今のやつを否定してるわけではない。 かいうんかわいいああいいですねトムとジェリーこじこじのままでできない少年漫画ですか何が少年漫画ですかあんまりね見ないんだよねまずテレビはあんまり見ないというね ゼルマルはあの貧乏神のやつなんていうキャラふたか忘れてたけどがなんか好きでしたすごい昔「ドラゴンボール」はねなんか一回やってたじゃないですかテレビであれあれワーワンなのかな多分普通にテレビでやってたんだと思うあっビンちゃんそう怖いよね 何だっけ「ドラゴンボール」はね見てたよ一時期テレビでやってた時はそれは見てたもうでもあんまり覚えてないけどあっそうかいだったかな そのへんはまらんかったドラゴンボールですか？えドラゴンボール普通にね見てた面白いなと思ってなんかパパがうん見てて女の子に言う可愛いはずれてる違うんよからさんごさありがとうございますずれとるんじゃないよなんか こっちとこっち。なんか女の人ってこっちとこっちの手を出して、どっちの手が可愛いって理由をつけて言えるらしいです。なんかそういう脳らしいですよ。この誇りとこの誇りどっちが可愛いみたいなので、こっちのが可愛いく見えるこういう理由でみたいなのが、もう喋れる生き物らしいです。なんかそういう脳らしいです。だからなんか、なんだろう。平たく、なんだろう。ストライクゾーン広いんじゃない そう、可愛い,い <laughs> そ、ね。そう、え、わかる、今ね、めちゃめちゃ眠たいんですよ。もうね、事件なんじゃないかっていうぐらい眠たいの。可 <laughs> 愛い,いの定義。 可愛い,いって思ったじゃない？鏡見て右と左どっちが？でもねこっちのこっちの上の方がね、二重幅が広いんよ。だけにカメラもねだいたいこっち向けなよねカメラ。 カメラじゃない可能。ン <laughs> 両目ミック。 顔赤くないあのね絨毯も椅子も机もピンクやけん反射している黒ももんかすべてピンクないちょきっちとね見えるピンクかパンケーキ食べたいほしになるでもねむさでやばいちょっとだけね机ピンクだよ しあのねあれ欲しいよ今ダメになるソファーみたいなピンクとマジし私ね持ち物結構ピンクばっかりなんですよずっと昔から中学生とかの時から筆箱の中身とかも全部ピンク をダメにするソファそうカノンがみんなのことをダメにしてあげるよ <laughs> もう眠たくて何言ってるか分かんなくなってきた本当にダメになるのえ絶対ねカノンはね今とはねそんなに変わらないと思うんだよねなんだかんだら寝転がれないじゃん寝転がれるこちらの座椅子の方がねちょっと絶対ね そうなんかエロいそれはもうやばいよ大丈夫あんまりなかったそういうところ <laughs> 普通のソファーの方がねそれな絶対普通のソファーの方がね寝ちゃうよ <laughs> ダメになるよ壊れとる <laughs> ダメになるぞ腰つ持ちにあんまりじゃうちもダメだ。 腰痛じゃないけど多分ね腰が痛くなるけどすごい最近は割と腰の調子良かったんですけど一番気持ちいいねうちって車に助手席えね車ってどうしてあんなに眠たくなるんですかね本当にめちゃめちゃ眠たいよね車って本当に眠たい 何だっけ何だっけ忘れたわゆりかごみたいなってことですかねおかしいかなにめっちゃするうれしいよ東宝いつも運転手はわし <laughs> 私運転したらやばそうよね でももマリオカット得意やけんいけるかもゲームのマリオカットじゃなくてあのこういうのも割とね得意やけん多分ねいける私 <laughs> ね背もたれね倒してね,ね車乗れないんですよ酔っちゃってなんか胃がさ <laughs> あと寝るときにね、このねここのね、わかるうち、今見れないんですけど、こう、肘を張ってね、こう、こう、肘肩、肘立ててねん、肩立てて、こう、こう、肩をね、こういう状態にしてね、手を置いて、こうやって、こ,この肩をね、枕にして、こう寝るけんね。あんまりね、寝転がられない、んそう。<laughs> 違うなうん大丈夫ネックピローはねなんかね無理だった髪の毛とかさ邪魔だったしなんかこうねここのね手を置くところあるじゃんそれにねこう肘置いてこうやって寝てた時もあったんですけどやっぱりこれが一番寝やすいというか酔わないというか 揺れないからさ右顔見てるのがなんで椅子にせずして寝る人なんで <laughs> 痛そうだよ よろしくお願いいたしますよろししくお願いいたします脳が言えなきゃいいのうん頭かな床に正座して前屈して寝るねえそれやると可能鼻詰まるんだけど鼻詰まらない あめっちゃ喉鳴ったジュース飲んでたけんめっちゃ喉鳴ってしまった申し訳ないなんならさっきからお腹もめっちゃ鳴ってる喉も鳴るしお腹も鳴るし忙しい申し訳ないえっ正座してさこう前にパタって寝るとさめっちゃ鼻詰まるよね 身長何センチ ?162 センチです <laughs> 正座して前屈して寝れないっけ結構疲れすぎてその玄関とかで寝てしまうことがあるんですけどそういう時はなんか握手会が終わってみたいなの の握手会じゃなくて、帰りの移動の時間がめっちゃしんどくて、なんかめっちゃ帰り、握手会の日に帰ってくる日とかは、もう移動でヘロヘロになっちゃって、そのまま正座して、そのまま玄関で寝るんですけど、めっちゃ鼻詰まるんですよね。てか、私寝っ転がったら、上向いて寝ない、おし仰向けで寝るタイプなんですけど、ベッドで寝る時はね。 仰向けで寝ないときはだいたい鼻詰まるっていうか横を向いたり下を向いたりするとすぐ鼻詰まるんですよなんでだろうシェイしてペタンして寝ると友達にさらされそうそんな友達じゃなきゃ大丈夫もうその写真をね撮ってくれるようなね仲間はいない で下向いたらさ鼻詰まったりするのはさみんなの寝相いいんだ昔悪かったけど最近多分ねいいと思うそう上向くとね治る。 めっちゃ眠たかったよびっくりした大丈夫だった今変なあれしてたいつかしてシティーの握手会大体いい待ってます重力ああそういうこと目が厚うん 薬タイムわもしもしゴミキだと下側の穴が詰まるそうそうそう多分そうちょっと覚えてないけどやばーい今日せっかく早く始めれたのにしかもねあれよ そうそう、めっちゃ全然寝てないとかって思うもね、多分ね、みんなより寝よるけん。昨日配信終わってさ、ブログ出した瞬間寝た。もうこうしね、ここで配信しててね、こうやって持たれてね、こうやってブログ書いてたんですよ。もうそうしたらね、出した瞬間そのまま寝てた。もうこうだった。そのままこういあ、そのせいで首痛いのかな。もうめっちゃ眠たかったね、多分。で、もう起きたらね、 8時過ぎとったりしたきんちゃんと寝ためっちゃそう昨日が寒くなくてよかったなと思いましたねいやもう本当に申し訳ないですよね ここに旅行したい、えー、今ねめっちゃもうただ今行きたいだけですよ本当にただ今行きたいだけなのは道後温泉 <laughs> とかなんだっけなんだっけ兵庫のなんか温泉に行きたいもんメイク落とすそうシートのメイク落としをね ちょっと予備が買ってあったんですけど、その買った予備をどこに置いたか忘れちゃってさ、ちょっと今、ないくなっちゃったからさ、こう洗ってるって言ったじゃん。オイルで。それがもうさ、ちょっと、それのオイルでやる前にとりあえず一回拭き取りたいタイプなんよ。オイルだけじゃなんか嫌だから。っていうのでちょっと買ってきた。気になっていたので。 これで今日はメイクを落としますで、これで落としてからもう一回終えるんですようでも落としすぎ良くないって言うけどなんか気になるからさなんか2回やってしまうんよね海外ならどこ行きたいえー、海外ならうーんー多分女が美味しいだから。 やる気の、ね、見せ方こちらのメイク落としになるんですけども、皆さんも使うかどうかわからないですけど、ちょっとメイクした際の、ぜひ使ってほしいですね。このメイク落としはですね、なんでこれを買ったかと言いますと、私昔から仙花が大好きでですね、今は売ってるかどうかわからないんですけどね、仙花のね、日焼け止めがめちゃめちゃ気に入って、中3の時に使ってて、3本ぐらい、人のやつでね、 他の、ね、も使って消費するぐらい線香が大好きで、もう洗顔もメイク落としもボディーソープも全部高校生の時は線香でまとめているぐらい線香が好きだったんで、もうこれは絶対に最近出たものなんですけど、もう買わなきゃと思ってこれにしましたはい。以上。なんか線香の CM が好きで、誰でしたっけ ?CM やってるの。なんか昔の CM やってた人が好きだったんですけど。 今のパッケージになる2つ前か3つ前の時のやつを化粧水とかも使っててうんんだったっけなでもね戦火の日焼け止めなくなっちゃったんですよね大好きだったんですけどなんか何が好きって匂いが好きでそう一高百合子さんじゃない一真さんじゃないですよねそのね前の 前ぐらいその人じゃないひとつ泡の弾力を使うことみたいなやつなんですよ ありがとう。雪だるまじゃない。日焼け止めじゃない。なんだっけえっとー、デルデル坊主。ありがとう。せんか。せんか。パーフェクトハイプ。っていう CM のやつなんですけど、ちょっとだ、ね、忘れちゃった。そう、気に入ったものはずっと使うタイプなんです。せんか。 そう詰め込みの告知いやちょっと見せ方にやる気がないって言われたのでちょっとやる気を出して見せてみましたそう本当に好きすぎて泡タイプもその泡じゃないタイプ持ってるんですけどそうめちゃ,くちゃずっと使ってた三まひかりさん違うんよ違うんよ多分違うそういう名前じゃなかったその人のその人は の戦果のやつはもちろんもちろん「ろん都会の狼にも注意して」のやつかその「涙の豚骨娘です」みたいなやつか「ただいま」みたいなやつなんですよ。それじゃなくてそれじゃないんですよ。私がね好きな戦火の CM は、まあ、それも好きでめっちゃ見てるんだけどそれじゃなくて昔から見てるもうねあるんよ。 その CM が大好きすぎて戦火で全部一式揃えたぐらい好きだったんだけどちょっと名前忘れちゃったんですよね。アースの人、アース、ミュージックエコロジーの CM をやってらっしゃった方だと思う多分。 が好きというかそうそうたぶんそうたぶんそう,多分そう名前違うかなたぶんそうだと思うがの CM が好きだったんですよあマこんぐらいで洗うやつそうそうそうたぶんそうですねがもう大好きで落としきる みたいなやつが本当に本当に好きで全部揃えたよく分かったねでなんか多分結構昔からメイクするタイプだったんですけどダンスとかやってたからねなんかメイクした時ってマスカラね今ねマスカラリムーバーをねこういうのね使うからね全然問題ないんですけどでも なんか結構そういうのがねまだ売られてなかった時はね普通にオイルのやつでね気合いで落とすしかなかったんですけどオイルでね落とすのさめっちゃ大変で全然落ちないオイルとかもありでもその線香のオイルはメイク落としはめっちゃマスカラが落ちるんよだから陽気でした。<laughs> 謎の熱弁 10年近く前いや私ねネットで見ただけやけんねそうなんか CM にねめっちゃ影響されるタイプでなんか CM で使ってたリップがねニベアのやつ使ってたんですけど前ニベアのなんか蜂蜜の匂いのやつ なんだっけちょっと忘れちゃったんですけどがのリップのね CM がすごい素敵すぎてそれを買ったん肌の毛は何使ってる最近はなんだかな最近何使ってるかなか化粧水みたいな。 歯科歯科ケアです石器さんの CM 好きわかる超わかる本当にわかる可愛いよ、ね、あれがキウさんよね確かめっちゃ見よった好きすぎてその CM 雪肌精の CM がもともと雪肌精の日焼け止めの CM と洗顔のやつがねめちゃおすすめ雪肌精の CM は全部おすすめなんですけど雪肌精の CM の洗顔と日焼け止めは本当におすすめなんでちょっと見てほしいかわいいんで <laughs> あとは中条あやみさんだったかちょっと13の名前あんまり詳しくないんですけどの あのー、メリットピュアンのやつが可愛い洗い流すシーンがめちゃちゃ好きあとあと何があったかなあそう新垣結衣さんのやつ「石器製はねふうふうふありがとうずいございます めっちゃ CM 見てるあと何の CM がおすすめかな結構ねいっぱいねおすすめあるんですけど忘れちゃっためっちゃ見るんよポカリ違うポカリじゃないカルピスそう今はノンさんになってしまったポカリじゃないカルピスの CM とあとシーブリーズのあの楽器持ってる人に向かって石鹸の香りのシーブリーズ投げる CM とも好きですねカル,カルピスは浴衣のやつが大好きでそうの年齢ナさんが浴衣あれあれの年齢ナさんじゃなかったかな ちょっとりあえず浴衣着てるカルピスのやつが好き。あと、その、さっき言ったシーブリーズの。シーブリーズのね、人、ちょっと名前が出てこないんですよね。ちょっとすごい見たことあるんですけど、ちょっと名前が出てこない。シーブリーズのちょっと楽器持ってる人に、シーブリーズ投げて、みたいな。シーブリーズ借りるんですよ。多分楽器持ってる女の子に、その女優さんにね、が、ちょっと借りて、ありがとうって,って返す、ポッケに返す CM が好き。

シーブリーズの蓋交換流行ったいや私さ一人でシーブリーズ2本買って蓋交換してた <laughs> でもね私のシーブリーズのね一番好きな匂いはねマイナスごとのなんかベリーなんとかってやつがめっちゃいい匂いあれのあれのなんか香水とかボディークリームとかがあったら欲しいぐらいにいい匂い そうシーブリーズあんま好きじゃなくて全部なんか結構まあ好きなんですけどなんかあんまあ、いい匂いだなぐらいなんですけどすめっちゃこれ好きってなったのはあのマイナス5度のなんかベリーなんとかみたいな紫ぐらいの蓋のやつがめっちゃ好きすぎてずっと使ってたえみんな一人で交換しないの誰と交換するの トゥーするよだって可愛い,い色にできる人の方がはや <laughs> <laughs> ってたよね えもあと何見てたかな結構ねいろんな CM あとねそれも多分本年レナさんだったんですけど洗顔のやつヌルシャボンみたいな,なちょっと出てこないわがめっちゃ好きだったんよ 出てこないもっちもちいいみたいな,なんだっけいやなんだったっけなそうソフティモのやつだと思う多分ナチュちゅうそうえすごいねみんな天才か みんなすごい多分私と私の脳内が見えてるそれだすごいねそっち会社名当ててくるのやばいなんか見たき分かるそうそうがめっちゃ好きで可愛い,いか そうもちもちのモテモテみたいなそう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 ですそうですそうです本当にそうめっちゃ好きだった超見てたネットでだけど C 任せねっ 僕も好きです良、えー、いよねシャンプー髪のやつはね何見てたかなパンテーンじゃなくてなんだっけちょっとピンクとオレンジと緑があるやつローラさんが CM やってたシャンプーあと キャリーちゃんがやってたレブールのやつとかであれ限定で綿菓子の香りみたいな匂いがでコラボ出てたんですよめっちゃ欲しかったレブーカノンの好きなシャンプーこれ結構好き嫌い分かれるから最近はね使わなくなっちゃったんですけどレブールの紫のやつの匂いがめちゃめちゃ好きで私。 えダイアンじゃないんよ。なんだっけなダイアンは最近でしょ全然最近じゃない。めっちゃ前 <laughs>。え、でもね、最近ね、ちょっとダイアン、ダイアンのね、あのね、あれにハマってるトリートメントの、ダイアンのトリートメントのね、匂いがめっちゃ良い匂いでね、ちょっとつ伝わってほしい。こういうトリートメントとかを使ったことな,きゃいないけど、なんかチューブで出てくるダイアンのトリートメントを今使ってて、それがめちゃめちゃいい匂いなんよ。 いい匂いだしサラサラになるけどめっちゃ最近それにハマってるめっちゃいい匂いするちょっとなんていう名前なのかしら何とかトリートメントみたいなやつだったっけどダイヤン使ってるよいよね最近ねそうあそうエッセンシャルだダイヤンのシャンプーと同じ匂いなのかなシャンプーは使ったことないっけ分からんけど ンのトトトリートメントがめっちゃいい,匂いで最近使う最近リニューアルしたんですよねだから量容量が少なくなっちゃってこういうるの人そうやってそういう名前の人なの初めて知ったありがとうございます皆さんのおすすめの CM とかありますか 一チカ使ってそう。あ、桜の匂い好きなんで、一チカって桜の匂いじゃないですか。だから、めっちゃ使ってた時がありましたね、一チカこう、中3ぐらいの時はね、一チカだったよ。一チカのトリートメントも使ってた、チューブ。めっちゃ、一チカの匂いめっちゃ好きで。でも、可能的に一番好きなのは、その、あれが一番好きだよ。あの、 そのレベルの紫あそうかのんいろいろ使いすぎてさ高校1年生の時さ人のシャンプーを当てるなんか最近これくらいのカノんさ高校も卒業してるからねカノンこのンこんぐらいのね年齢になっちゃうともう結構美容師さんのシャンプー使ったりとかなんか結構いいシャンプー使ってる子もいるからシャンプーの匂い当てたりするのはちょっと難しいんですけどやっぱり中学生とか高校1年生とかって。 市販のねそのシャンプー使ってるじゃないですかでも市販のシャンプー売ってるやつ一通り使いすぎていろんなもやつをお試しとかも含めてねいろんなやつそうキキシャンプーができたことがある私めっちゃ特技だった人のシャンプー当てるの得意だった <laughs> そうめっちゃねいっぱい使ってた あとね、あれも好きやったよ。H&M の濃い方の色のやつがめっちゃ好きですね。椿はね、妹が使ってた。だからね、ちょっと前に使ってた。勝手に <laughs>。なんかいろんなショップー使いたくなるんよね。わかる ただなんか好きだっただけは、ね、もう当てれないと思うんですけどね多分あとなんか柔軟剤も好きなんか友達の柔軟剤当てれたりとかケラスターゼはピンクの匂いは大丈夫だけどオレンジのやつの匂いは好きじゃないです <laughs> ヘアオイルとかもね結構いっぱい使ったもこもこくず違います寒いからさ試してみたいそういろいろやりたくなっちゃうよ最近 <laughs> のない分はミルボンのやつ トボボタタニニススえー何それボタニストかな夏のあれも好きでしたねシーブリーズのスースーするシャンプーとかもめっちゃ好きでしたランドリーの柔軟剤と消臭剤 ランドリン柔軟剤揃いですねイイエーイでもなんか最近ねランドリーも使うんですけどパーファのなんか金のちょっと高そうな見た目のやつでもランドリーと一緒ぐらいだったと思うけどを使ってますパーファの金のね洗剤と柔軟剤を使ってるいい匂いするでもランドリーもねたまに使う。 最初柔軟剤の使い方分からなくて大変でしたあの引っ越して最初の1か月ぐらい今頭皮にシャンプー大事ですねなんかちょっとーオーガニックみたいなの使っててなんだっけ今は使ってるんですけどシャンプーとトリートメントはなんかお仕事がない日はそれ使ってます ななんだっけザ・パブリック・オーガニックのスーパーポジティブっていうやつを使ってますね好きあとあそうカナンのめっちゃね匂いはとりあえず置いといてサラサラになる普通に買えるシャンプーは、えっと、ラルムとユーレルムみたいなコラボしてるシャンプーバニラの匂いのね やつがめっちゃサラサラになる <laughs> ラルムとか読むまあ推しメンが出てたら読みます明日からまた世界をし明日から美期間ですよね多分 あのあれがあ,れですあのなんだっけちょっと忘れちゃったえっと「いい言っとかなくて教えてくれたのかと思ったそう「感謝枠」の c m じゃない <laughs> なんかコメント読んでしまった アッシャークのやつも取れると思うので待ってます消,消えてなければ <laughs> 何枚メってるのかっこしてほしいほんに私に似合うかなアッ <laughs> シャークの三十秒 CM 私もう CM 大好き人間だからすごく嬉しいですね ユニットたけやすでもユニテットいっぱいあるよ聞いてくださいペンをねペン立てに立てるということをね最近学習しましてみんながさお土産でさメンバーとかがねくれるねお菓子のカンカンに立ててますとかまあペン立てではないんですけど 靴箱にでもさかのよく使う靴さマジ2足ぐらいしかさあれだからさおでっかけする時は違うの入ったりするけどなんか大体行く場所レッスン場みたいな船 <laughs> かレッスン場みたいな感じだからさだから大体同じ靴履くんよだからなんか靴箱にしまうことあんまりないえ毎日靴箱にしまう人いるの私だけなのかなずっと出しっぱなしなのって。 プレゼントでもらったやつはやっぱりちょっと大切に履きたいけん。ちょっと、ちゃんとした服を着たときに履きたいんよ。わかるやっぱりちょっとなんか、土の上に歩くときはなんか自分の靴がいいな、みたいな。あるでしょ靴とくのえ、し、え、ずっと履くやつはしまわなくない靴箱ね、あるよ、ちゃんと。 いや、ジャージじゃないやとか。そう、普段用はね。 改めて言う髪型会います。今日は普通いんですイーイ。髪が伸びました。おーいえい。めっちゃ長くなったんですよ髪の毛。しまうほうがまえ。 マイノリティの意味が分からんけど多分そう切ればいやなんかなんかちっ切りに行くタイミングがちょっとどうしここまで伸びてしまったらどうしようかなみたいなやばいあと2分。 ちょっとめっちゃ急いだらへんてこりんになっちゃった <laughs> はいじゃあきます 13位、アークスさん、12位、もちあとみきょうぐいさん、11たぬきつねさん、10位、ろこぽこさん、9位、たけしおさん、8位、オドマスゲキおつかのひるこ、いろいろ公演、笑顔です、ありがとうさん。七位、とむゆきさん、六位、うちのおかみさん、五位、誰れんだださん。えっと、四位、めいじさん。えっと、ちょっと書けなかった人とちょっと間違えちゃった人がちょっといるんですけど。えと、三位、ほっきさん。 2位、カノシウクちゃんエ公演楽しかったよさん1位、カラスだったカノタンさんでした。ありがとうございました。イェーイ。ちょっと声がなぜかカスカス。ありがとうございました。あの皆さん見てくださってありがとうございました。ちょっとなんだかんだいっぱいやってしまったんですけど、最後まで見てもらえて嬉しいです。皆さん明日早起きですか応援してます頑張ってください。ということで今日も一日はつかの、明日も頑張るなー。 イエーイ私はそろそろ病院に行かないといけないですね、喉のぞむ。カスカスなんで。バイバーイ